東前頭10枚目の一の城は同6枚目の網錦を危なげなく押し出して破り、13勝目を挙げた。優勝決定戦に備え、支度部屋でモニターを見つめたが、思いは届かず怪物の15日間は終わった。だが、新入幕では4人目となる複数の3勝、主君、関東、を受賞。年6場所制が定着した1958年以降最速となる。 初土俵から所要後場所での三役昇進も確実にした。一ノ城にとって夢のような15日間が終わった。負けたら優勝の可能性がなくなる網錦戦。立ち合いから左に動いてきたベテランに惑わされずに冷静に押し出した。新入幕力士としては47年ぶり3人目となる最多の13勝目。支度部屋で結びの一番を見守った後、にやりとし、ちょっと期待していた。 横綱が負けたら最後までやるという気持ちだった、と話した。100年ぶりの新入幕 V に一歩届かなかった悔しさより、思っていた以上の結果で本当に嬉しい。V 1の、悔しさはない、と充実感が勝った、1横綱2大関を撃破し、多くのスピード記録を更新。場所を12分に盛り上げたご褒美に仕組ん関東の3章2つも受賞した、宮城山に並ぶ最速となり、北の海理事長は、 100点以上とした上で1年以内に優勝することもある現時点では将来の横綱と見ていると大きな期待を寄せただが喜んでいるばかりではない今場所一番印象に残る取り組みに初日からの連勝が止まった7日目の勢い線を上げあれは悔しかったと振り返った九州場所では1958年以降最速の所要5場所で三役に昇進することが確実 上位との総当たりとなるが、今場所は自信がついた、来場所も思い切り取りたい、と苦い記憶をしっかりと受け止め、さらに前進するつもりだ、土俵では怪物と評される21歳も、休みたい、ゆっくりしたい、普通の人間ですよ、とややお疲れ気味の様子でキ路に着いた、テレビ越しに、横綱の表彰式を表情を変えずに見つめ、いつかは、と決意を新たにした、自ら、夢みたい、 と話した快進撃はこれからも続いていくはずだ。